week7 のスタディログに対する返答動画を作ってアップしておきましたクラスワークの week8 の一番上のところに置いときましたのでぜひ見てください TOEIC 学習いい感じで進んでいてもうすでに目標スコア超えたとかアプリ上の予測スコア目標点超えてるっていう人もいてそういう人はその調子でどんどん頑張っていってください そうではなくてなかなか思うように伸びていかない他の授業の課題が大変でなかなか教育学習に時間避けないそういう人もいると思います目標のスコアはここで今の自分の実力はここでこのギャップを埋めるためにたくさん勉強しなきゃいけないのは分かってるんだけど時間が取れない っていいいいうう人いると思うんでですけど諦めないでください短い時間でもいいんで寝る前の5分朝起きた時の5分1日10分ぐらいでもいいんで少しでも単語を覚えたりパート5の問題解いたりっていうことを続けていってくださいそうすると目標点に少し近づきますよね自分の実力を少しでも上げる少しでも上がったら自分を褒める。 っていうぐらいの気持ちでトーイック学習ぜひ継続してください。今週の課題はベルジュンで学ぶボキャブラリー990の641番から710番です。今週から75になります。先週まで85でしたよね。15減りますが単語難しい単語が増えてきてますんで負荷としては先週までと同じまたはそれ以上だと思います。頑張ってやってください。 それから究極の模試のテスト3をやってください解説動画皆さん見てますか前田さんの解説動画はすごくためになりますんで歩くのを動画センターに行って是非見てください提出物は語彙チェックリストボキャブラリーテストスタディログそれから a b c のスクリーンショットです 提出期限は6月日日日曜日です。ウ e ーク7の Vocabulary Test 正解率が7割以下の問題が2問ありました Property prices are falling this monthProperty は不動産です Property prices で不動産価格不動産物件の価格それが加工しているっていう意味です Tax を選んだ人が多かったんですが タックスって税金なんでプライスと関係あります。だけどタックスプライスイって税金の価格っていう意味になってちょっと変ですよね。税金の価格が加工しているっていうのはちょっと意味的におかしいです。We have high safety standards.standards って基準っていうような意味なんでセーフティースタンダードで安全基準っていう意味です。possibility は可能性ですよね。 Safety Possibilities 安全の可能性ってちょっと意味をなしません Safety Conclusions Conclusion は結論なんでこれもちょっと合わないです Safety Instructions は,は成り立つか ?Insstructions って指示っていう意味なんで安全に関する指示ただ前にハイがついてるんで High Safety Instructions だとおかしいですね High Safety Standards で 高い安全基準という意味になります。今週も1週間頑張っていきましょう。